皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もモンハンクロスやっていきたいと思います。月夜にいでし、なんて読むんだろうこれ、アントガの、雷撃かな。うん、いやモンハンはねタイトルがこう難しかったりしますね。はい、こちらねラージャン2匹になります。うん、いやこちらね久しぶりのこれラージャンでございますよ。うん、でこちら武器、あ違う、攻撃力防御力ともに、ダブルお守り効果で、少し上がっております。はい、スタイルと仮技はこちらでございます。いつも通りですね。はい、で今回もブラキエス装備で、発動スキルこちらになっております。うん、で今回も、イビル女王の激おこ武器なので、竜耐性がねついておりますよ。竜属性か、うん、属性竜の40と。これでねやってまいりたいと思います。そしてこうもう皆さん見つけてらっしゃるようですね。私もささっと行きましょうか。ね2頭か、連続イベル城っていうのはね私行ったことあるかな。1匹のイベル城は行ったことあった気がするんですけどね。イベル城のドームバージョンとかこうあるんでしょうかね。なんかビリビリしてるな。あれ？ビリビリはあのデフォルトでしょうか。デフォルトだな。こんな、あ、もしかしてドモ？ドモイビル城かな。なんかビリビリしてるな。あらら、前こんなんだったっけ。ちょっと体力を上げておきましょうかね。マックス。うん。微妙にちょっと足りなかったりするんだよね、体力も。うわー、久しぶりって感じ。いやーイビルジョ、イビルジョじゃない、イビルジョじゃ、ラージャン、うん、ラージャンだった。ごめん、間違えてたわ。うん。何回かね、イビルジョで行っちゃってたかもしれん。いや、先ほどまでね、あの、激おこイビルジョに行っとったんですよ。うん。なので、ちょっと、そちらの方がね、そちらの感じで言うておりました。うん。ラージャンでございます。うん。どうもラージャンでいいのかな？あれ、どうもラージャンとか初めてかもね、私。来たことないかも、これ。初めてや。いや、じゃあ、どう猛の素材とかも手に入るんですかね。あの、イビル城とかラージャンとかは、基本的に怒ってるからね。このブラキエス装備、挑戦者プラス2がね、役に立つかもしれんぞ、これ。うん、ずーっとね、怒ってたりするもんだから、ずっと私のね、左腕がね、光っておりますかね。今は怒ってないか。うん、もしかしてこいつの場合はビリビリなってる時がこう怒ってるっていうんでいいのか。うん、そうですね。あれ、じゃあドモじゃないんだ。デフォルトでこんな光ってんだ、あの人。そんな感じだったっけ。前行った時ってどうだったかな。ちょっとね記憶が薄すぎるんですけど、今年に入ってイビル城ね初めてですわ。イビル城じゃない、ラージャンね。うん、ごめん、ほんとね、何回も間違えてごめん。いやー、落ちちゃった。行ってしまいました、私。あ、なんだこれ。ドゥーヘッドっていう方が、あれ？もう死んだ？え？早い。グッジョブや。早くね？そんなに追い込んでたな？あの、ラージャン。うん、間違いないよ、イビル城とは。マジか、早いね。だってまだ5分張りもさ動いてないよ。あ、激おこのひげいただいた。いやー早いですね、倒すのが。本当にまあここで待ってれば出てくるのかな。あ、もう出てきてる。ちょっと研いどきましょうかね。うん、さて、準備をしてと。もしかして隣どこにいるんだろう。黄色の方がねチュリチュリンとこう鳴らしてましたけど、あ、隣だ。うん、こっちにいるんだね。さて、ラージャン、うん、2頭目のラージャンでございます。いやー、でも2頭だからさ素材結構手に入ったりするかな。いや、ラージャンの武器とかも作りたいね。ラージャンの武器って何から発生させるんだろう。
いや、まだ派生させるアップも私出してないかな。結構ね、派生させるように武器のストックはね結構作っておるつもりなんですけど、ラーちゃんってでも雷でいいんだよね多分武器の属性としては。 いつもね作ったことないんじゃないかな、ラーちゃんの武器。うん、まあ防具も作ったことないんじゃないかな。うん、ね、それにしてもさっき早かったよね。怒ってんな。それは怒るわな、こんな音されたら。やべ、危ね。破山流撃、いねえし。破山流撃砲がね、なんということでしょうか。私の破山流撃砲がね、悲しい感じでね、失敗しました。うん、いや、あるあるではないでしょうかね、こういうこと。本当に。いや、あいつ結構投げるな。ちょっと当てたいんですけど、竜の息吹で火力増してるんでね、当てたいんですけど、あ、力つけちゃったか。まあどんまいだよ、うん、気にしないでと私はね言いたい、うん、気に病むことはないないなと。まあね、気にしなくていいよ、うん、気に病む、そこまで病んではないと思いますけど、痛い。そうね、今回ねガード性能だから、ガード強化だとあれガードできたんだけどね、うん、まあガード性能じゃなくてガード強化つけてもいいかもしれないね、うん、ついね、いつもガード性能の方ねつけちゃうんだけど、あれなんだよな、ひるまなくなる、ガードした時にひるみにくくなるっていうのがねガード性能だから。しかも私これプラスにつけてるからね、ガード性能だから、まあほとんどひるまないっていうか、ガードした時に結構反動があったりするんだけど、まあそれがね全然出なくて済むっていうスキルでございますかね、うん、よいしょ。さてどれぐらいでやるの。さっきの1匹目はねすごい早かったんだけど、2匹目どれぐらいになるかな。よいしょ、さあ来い。結構飛んできたね今。にしてもやっぱりラージャン硬いね、うん、皆さんやっておりますでしょうかね、こちらのラージャン戦。ラージャンは本当にね怖いよね、暴れるからね。おいクソ野郎、マジかよ。 へばっているぞ私が。まあね、ゆったりハンターですからね私も。皆さんあ、終わっちゃった。もう早いよ、お疲れ様でございます。いや本当に早かった、すんばらしい活躍ですね皆さん。早い早い。お土産に持って帰ろうかな、あそこに骨があるな。もうこのね最後の1分をこう、ね、いかに有効に使うかっていうことをね私常に心がけております。最後はねしっかり拾わさせていただきますよ、うん、回収班としてね回収させていただこう。まあこれが限界かな。このフィールド結構遠いんだよね、あっち行ったりこっち行ったりが。うん、空骨微妙だよね。拾えるのはこれぐらいしかなかったのよ近くに。そこになんかね木の実が拾えるポイントもありますけど、まあちょっと土産に持ってこうかな。これ役に立たないと思うけどね、ここら辺とかは。うん、針の実とか殻の実とかね、貫きの実いらない。いらないかな。うん、ということでね、クエストクリアでございます、うん、にしても2等クエだったけど早かったね、うん、いやさすがね、さすがでございます野良のハンターたちもね、うん、非常に頼もしい感じでございます。はい、2等クエだけど少なかったな、うん、あの激おこの、あ、これ角出たよ、やったね、ありがたい。激おこのなんかは私これね、怒ったヒゲみたいなやつ全然持ってないね、うん、まあ初めてだったんでしょうねきっと。はい、ということでこれからもモンハンクロスどんどんやっていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。